thank you Room. ねさもしさ人の目線が気にならないっていう風になったらどのぐらい人生が変わると思うかなっていうかさ人の目線気にしないってなったらどのぐらい自分の行動が変わると思う ね、例えばさ僕なんか人の目線を気にするっていうのはねもちろんなんか例えば YouTube やってるんだったら自分が本当に言いたいことを伝えられないとかそういうのもあるんだけど実はさなんか会社で帰れない会社ってあるじゃん僕が昔いた会社はなんか5時にね仕事が終わって帰ろうとしようとするとなんか上司とか周りの人がじろって見るんだよねでなんか契約書には書いてないんだけど、ね、なんかこのなんかルールみたいなのがあってねあの勝手に帰ってはいけませんね。 時まで残らないといけないいいととけか「働いてんの?」って言ったら一応働いているんだけどそこに座ってなんかちょこちょこやってるみたいな感じであんまり効率も良くないしねで本,当になんか本当に自分がそこにいたいのかって言ったらそうでもないわけよね。 ね、またはさなんか海外に行きたいとか若い子だったらねなんか海外に留学したいとか、ね、もっと英語を学びたいとかそういうのあると思うんだけどやっぱり自分の親が求めているからこう、ね、親が求めていることとは違うからそれができない例えば僕の場合はあったのはなんか自分はこういうライフコーチみたいな仕事をやりたかったんだよねでもなん,かあのなんかその経済的金銭的な、ね、ファイナンス系なところで働いてとかそういう感じで自分がやりたかったことをが本当は できなかったんだよね,ねでやっぱり僕ね今ね実はねあの「ビジョンプログラム」のねあの新しいホームページを作っててすっごい楽しいんだよね。でその自分と向いている大好きなことで働こうっていうねちょっとそのこういうホームページじゃないけどそういうのを書いててでちょっとね読むね「仕事で努力苦労と感じて反省のためにやめたくなるならそれはもっと自分に向いている仕事にスイッチした方がいいサインです」。 ね、自分が熱くなって本気になって楽しく一生懸命働けるキャリアっていうのは絶対にあるよ。最初のステップは自分が何をしたいのかっていうこと。ね、この心のビジョンを見つけること、ね。6週間をかけて自分が本当にやりたい、向いている大好きなことを見つけていこうっていうのを書いているんだけどこれね自分が本当に向いていてやりたいことがこれだって分かっても人の目線っていうのを気にしていたら実際に自分の行動が止まっちゃうんだよね。 本当に、ねね、例えば、ね、親がそういう仕事を認めてくれないとか、ね、自分の旦那さん自分の奥さんはよくあるよ、ね、あの自分のなんか先生とか学生だったら自分の周りの人たちとか、ね、そういうのを認めてくれないあとあのよく相談を受けるのはその自分でその、ね、ビジョンプログラムとかそういうの 受けて自分がやりたいことを夜ね副業みたいな感じでやり始めているんだけど会社の人から声をかけられてねちょっとそういうインスタグラムとかフェイスブックのなんちゃらかんちゃらやめてくださいとかね別に会社には副業禁止っていうルールはないんだけどね,ねでそういうことっていうのはリアルに僕たちは自分の人生を本音で生きるんだったら向き合わないといけないもんだと思うのね。 本当にそう思うんですよ、僕は、ね。なので、今日皆さんに説明したいのは、じゃあ、どうやったらこの門をね、クリアすることができるんだ。どうやったら相手を尊敬して、人の目線をね、喧嘩とかしないで、ね、お父ちゃん、違うの私はこうやって生きるのみたいな、そういう、なんか喧嘩とかならないで、会社とか揉めないで、自分の、 道、自分がやりたいこと、自分の本音、本当のあなたが選びたいことをスムースに気持ちよく それを選んで生きれるようになるかっていうのを僕のちょっと短い経験なんだけど、それを通して皆さんにシェアしたいなって思っております。で、これね、ちょっとポッドキャスト系になるので、あの、見るっていう形だねで聞くっていう形がベストだと思います。で、あの、一応チャプターマークは、簡単なチャプターマークはつけますので、YouTube、今度 Spotify でもチャプターマークできるようなので、Spotify でもできるんだけど、Podcast。あの、YouTube だったら動画の下にね、あのなんかいろんなシグナサインがあるから、チャプターがついてるから、スキップすることもできます。で、僕からのお願いはこれなんですよ。 I want you to,、ね、if, if I may ask, 本当に一つのお願いがあるんだったら、ぜひステップアップしてもらいたいんですよ。人生のステップアップ。ね。で、これはね、別に、あの、一つのお願いは、ぜひ、このポッドキャストは最後まで聞いていただきたいと思うのね。 ね。なぜかっていうと、僕はこれ一生懸命このお話を説明するために考えて、今、あの努力をしてこのお話をお届けさせていただいております。ね。話すだけじゃなくて編集も含めて、撮影も含めて、ね。YouTube にサムネイルとかも含めて、僕一生懸命これをやっております。で、必ずあなたが一生懸命この話を聞く、ね。と、 いいことが絶対起こるんですよ。これは一生懸命の法則っていうのが宇宙に本当にあると思うのね。何でもいいのよ。何かに一生懸命本気になって努力すると絶対ご褒美っていうのが届くのね。カルマっていうかいいグッドカルマっていうか運が流れるっていうか。で、ね、別にこの話がスペシャルだって言っていやこの話はすっごいスペシャルだよ。だって人の目線が。 相手を尊敬しながら気にしなくていいっていう解放されるっていうか自由になるっていうかハッピーになる、ね、鍵みたいなすっごい大切なお話だと僕は本当に思うんですよ。だからもちろんこの話を聞くとね一生懸命聞いていただくといいことは絶対に いあなたに届くで別にこの話があなたのになんかマッチしなくてもそんなことないと思うけどねそうなってもあなたが一生懸命進む一歩取るっていうことによって必ず他の面で絶対いいことが起こるんですよ。例えばこの、ね、話はおそらく30分から40分になる可能性はあると思うんだけど、ね、その時間を自分でコミットするっていうふうになると、ね、例えば夜のなんかいつもテレビ見るっていうのをちょっと。 分分だだけけいいから10分だけこの話を聞くってでそれを4日間とか5日間とか、ね、3日間分かんないけどそれを繰り返すと今度それを言う勉強したいっていう習慣が身についてで今度この動画を見た後に YouTube のおすすめ動画でなんか本田健さんの動画が出てくるとか別のね人の動画が出てきてそこからなんか学ぶことがあるってで今度そのテレビを見る時間をなんか勉強して自分が良くなる時間に変えていくっていうのが本当にできると思うのね。 ねね、朝でもいいしで、本当に通勤中に聞くとか、ね、朝起きて、寝る前に聞くとかでもいいけど、ね、ちょっとそういうお願いが一つあります。でぜひ、ね、最後まで見たら、最後まで見たよって声かけてください。コメントで、結構、ね、あの他の人たちも見ている方たちもいらっしゃいますので、本当に僕はやる気がアップするので、ね、そういう、ね、挑戦じゃないけど、チャレンジじゃないけど、そういう感じで、ね、この動画を受け取っていただければ、本当に本当に僕は、I will be so happy。o k じゃあね、早速、この人の目線を気にするっていうことで話していきたいんだけど、あの、ちょっとね、この、えっ、ー、と、動画は、えっ、ー、と、僕が思い切って本当に思うことを言います。ね。なので、ちょっとドキッて感じる方、ね、抵抗感を感じる方もいらっしゃると思います。ね。例えばどういうことを僕が言ってくるっていうのは、ね、あなたには、あなたしかできないことがある。 あなたがそれを選ぶ、人生を選ぶ、そのアクション、その行動を取るっていうことによって、その結果は、ね、もちろんあなたもそれを通して幸せ、ね、自由、ハッピーになるんだけど、それだけじゃなくて、その結果っていうのは、周りの人たちも影響を受けるんだよね。だから、あなたが本当の、本音のあなたみたいな感じで輝いて自由に、ね、 あ、ね、他の人たちを尊敬しながら自分を尊敬して生きているっていうのを見ると今度あなたが輝いている見本になるから周りの人たちも「ねえさゆりさんどうやってそれやるの?」って「ねえねえなんかねえ達郎くん達郎くん太郎くん達 <laughs> 郎くんってこれアメリカに長すぎる達 <laughs> 郎くんじゃないよね太郎くんねえ和くんでも和夫くんごめん日本の,の日本の男性の名前くんねえねえ それどうやってやっってたの僕もそれ本当に自由で生きるっていうか本当に人を断ったり人の目線を気にしすぎてて本当にそれに困っているから僕もね君みたいに生きていきたいんだってね,ねもうあなたは何もしなくていいわけよもうそのありのままの自分でいるだけで周りの人が幸せになってなんとグッドディールですかこれはなんとグッドディールですかねだからあなたのギフトっていうのがあるからでもそれを選んで ね。行くっていうのは、あなたしかできないことなんだよね。ね。だからもちろんね、こういう勇気とかね、そういう決断力とかそういう話もちょっと入ってくるんだけど、ね、本当のことを言うと、努力じゃないんだよ。努力じゃないんだよ。努力じゃないんだよ。ね。何なのかっていうと、自分を尊敬することなんだったよね。本当に僕はそうだと思います。ありのままの自分。 この自然の自分。この地球の、ね、なんか地球のバクテリアみたいな感じで DNA みたいなのが出てきて、ね、なんかビッグバンクの後の宇宙で出てきて、あなたという、この素晴らしい、生きている、ね、心も入っている素晴らしい存在。もう、もうプログラミングがあるっていうか、ありのままの自分でいる。他の人を幸せにしたい。ね、戦争したくない。ね、幸せで楽しいことで、ね、生きていきたいんですっていうあなた。 ね、そのプログラミングでいいからそれを尊敬して、ね、本当のあなたっていうのを尊敬してそれを選んであげる、ね、だから、ね、それはもっと努力しないと悪いことが起こるからもっと A をちゃんと取ってもっとお金を稼げるようになってもっと他の人から認められるようになって他の人から認められる自分で自分を認められないんだったら どうやって他の人から認められるようになるの自分で自分を認められないのに他の人から認められるようになったらやばいぜそれ嘘ついてるっていうことだよそれなんかのふりをしてる好かれるふりをしてる あの人かっこいいねあの人成功してるんですでも実は僕は心の中にね穴が開いてて本当の自信ていのがないんだよってでもその嘘をついててふりをしないといけないねちょっとなんかそのなんか年を取っていくとなんか僕あのくまめなんだけどさねあのやっぱくまめって、ね、年を取ったりするとああこの若いのを見せたいとか もっとかっこいいのを見せたいとか、で、このかっこいいのが、ね、イメージになっているから、でも本当のイメージっていうのがバレたらやばいよねって。でも、それを自分でリスペクト、尊敬して愛してあげて、大丈夫だよって自分に言ってあげて、そのビーング、ヒューマンビーングですからね。ね、人間ルーインじゃないよ。人間ビーンだよ。ありのままでいる。ね、それが、 自分で認められるようになると、今度何が起こるのかっていうと、自分が自分を認めない行動の選択っていうのが見えてくるのね。自分の、ふさ自分とふさわしくないことは自分でやっているっていうことがバレちゃうわけなんですよ。マジ、バレちゃうのよ。どうしても。 ね、自分がこれやってるのは例えば夜なんかジャンクフード食べててねなんか本当になんかすっげえ怖いなんかね動画を見ていてで怖いっていうのは人をなんかホラーっていうのじゃなくてなんか人をバカにしたりとか人の悪口を言うとかそういうところに自分がやっていてでまたは自分と全く自分にふさわしくない仕事を受けていて自分とふさわしくないなんか仕事で断っていない。 あななたと会わない本当は断ってこれ結構ですって言った方がいいのにそれをやっていないっていうのがバレちゃうわけよ。で何が明確になるのかっていうとそれと向き合わないといけないっていうことなんだよね。ねだから「努力から逃げる」っていう価値観をバージョンアップしてさ、ね、自分とふさわしくない自分がまだ選んでいることから でそれと向き合うっていうねそこの努力に本当の心の努力というかあなたが本当に、ね、今成長しているからねバタフライのメタモーフィスなんですよで飛んでくから素晴らしいもう輝いてくからもうこれは人生花咲くっていう意味で,でそれをしないと咲けないんだよ自分がねでそれにスイッチしてもらいたいのね。ねですると 行動が変わって現実が変わってくるんだけど、その前に僕がおそらく必要になってくるっていうのは、自分がそういうことに向き合っていって、怖いのが出てくるのは、私は変わることができない。私は、ね、この自分が選んでいる、もう習慣になっていることをやめることができないっていう、私にはパワーがないっていう、恐怖の思いみたいなのが現れてくるのね。 で、それはもうグッドニュースです。ね、それが出てきたら、この道はあお、あなたは正しく歩いているっていうことです。で、それをね、そこにね、光を照らして、パーっていって分解していくワークは、ちょっと、あのまたのお話で、ちょっとやりたいので、ね、それをちょっと、なんちうのかなあの、光を照らして、パワービーでパーってやって、そういう、なんか、あこれ、あのね、 簡単に説明するとさ、ね、あなたが、ねあのー、研究室にあるガラスのビーカーってあるじゃん、ね、ガラスのビーカー、ね、そこに水を入れるわけよでその中の水が凍ってるわけよね。ね でどういうことかっていうと自分の考え方中にはねひょっとしたらあなたの中にはね水があってでも凍ってる部分がいくつかあるわけよでこの凍ってる部分はね私はこれを溶かすことができない私は変わることができないこれだけの問題は絶対に続いてしまうんだってだから今の選択を続けているでこの今の選択を続けている限り自分に罪悪感を与えて でその罪悪感が自分の行動のベースとなっているから恐怖が続いてこの自分の人生をリフトアップできることができない自分の生きている人生のオクターブカンフォートゾーンを上げることができないってなぜかっていうと私は罰だから私には価値がないからっていう大きい勘違いになっちゃってるんだけどと思うんですけれども何をすればいいのっていうと簡単でね科学には、ね、この宇宙には 固有振動数と共鳴の法則っていうのがあるんですよね。ね固有振動数のの法則っていうのがあるんですよでこのビーカーに水を入れて、ね、このビーカーを冷たい部屋、ね、冷凍室、ね、フリージングルームみたいなところに持ってくると水は凍るんです。ね、これは共鳴なんです。どういうことかっていうとこのビーカーの中に入っているエネルギーよりね、他の外のエネルギーの方が強いと。 ね、この場合は凍ってる水が凍ってる冷たいっていうエネルギーの方がこのまだ凍ってない水のエネルギーより暖かいわけなんですよね。で何が起こるかっていうとそのエネルギーのバイブレーションが波動がリアルに振動っていうのかな、ね、それがビーカーを通してガラスを通して中に入ってこの水を水の動きを止めて氷に固まっていくわけなんですよね。これ科学ですよね。 ね、なのでこの氷を溶かしたいんだったらこのビーカーを温かい部屋に、ね、この凍ってるエネルギーより温かいエネルギーの方がもっとあるっていう場所に入れればでいいわけなんですよ。ね、そうするとこのこれはと溶けていくわけなんですよね。ねでそのパワーっていうその温かい光みたいな温かいパワーっていうのは本当に現実にあるわけなんですよ。 ね、で今日のお話は人の目線が気にならなくなる話っていう感じで本当に人の目線を、ね、尊敬するでも自分に当たらないっていうかで自分は何を選,ば選ぶのが正しいのかっていうのを知る「knowing」って英語で言うのね知ること。 で、これができるようになって、これが続けていくと、今度、論理で分かるんですよ。<laughs> 論理で、私は自分に合うことをやった方が絶対うまくいくと。ね、例えば、ね、これまた仕事の話にちょっと戻っちゃうんだけど、ごめんね、本当に一瞬で終わらせ。例えばね、僕が若い時にお父さんが、ね、お前はこういう仕事をやれみたいな感じで、自分が本当にやりたいことをやろうとしたら、それは無理だ、無理だ、無理だって、ダメだ、ダメだって言ってくるわけよ。 ね、で自分が向いていないねなんかそういうファイナンスみたいなこととかやっぱりその興味がないっていうかねでよくその前はねなんかシッピングだったのよ僕のお父ちゃんはお父さんがあのお父さんはねあのあの船の。 ね、あの船のブローカーみたいなそういう仕事をずっとやっていてエージェンシーとかだから僕にもねなんか若い時にシンガポールに送らされてシンガポールでそれを学んだりとか日本のね船,の船系の事務所で勉強したりとかもうもう興味がないもう進むことができないぐらい僕に合わないことだったんだよ。ね、で僕が、ね、この自分と合う自分が本当にやりたい今やっているようなことを。 ね、やりたいってお父さんに言ったらそれはダメだって言ってくるわけよね。ねで論理的にお金っていうことを考えてみると。 ね、お金はどこから来るのかっていうと自分が提供するサービス、ね、例えば自分は会社で働きますっていうサービス会社で〜〜何々,丸々と、ね、このリストのあることを、ね、これをサービス私のサービスとしてやりますって OK ありがとうじゃあこれ契約書結びましょうっていう感じで何ヶ月ここで働く何年ここで働くフリーランスで働くとか正社員になるとか、ね、契約書みたいなのがあって会社からこういう休みがあって私はこのぐらいで働いてでこの給料を受けますって言って株式 会社みーなのよ。株式会社さゆりさん、株式会社のぶすけ、のぶすけ。<laughs> 株式会社のぶおなのよ。会社で、ね、サラリーマンでもね,ねそういう形で自分のサービスのレベルが高いと。 入ってくるお金も高まるわけよ。会社だったらその会社からあ「この人はスペシャリストでこういう経験があってこういうサービスを提供できるからお金を払います」って、ね、例えば動画の編集だったら、ね「テレビの編集とか NHK の番組の編集とかやってます」って言ったら、ね「そういうテレビで働きたいんだったらあこういう経験10年あるからここで、ね、今日の給料は出せるよ」ってでもなんか高校生がテレビの編集やったことはなくて「パソコンマックだったらちょっと使ったことがあるんだけどやる気は満々です」って言ったら「 まあちょっとねやっぱそのねそのマーケットを見ると別に経験を持って他にもやり気があってやりたい人がいっぱいいるから誰を選ぶかって言ったら実際にスキルがある人になるわけよねじゃあどうやってスキルを高めていくだっ,っていうと経験だよね。ね どんなに大好きでやりたいことがあっても最初は誰もスキルがないじゃん。だからそれを3年間とか続ける石の上に3年ってあるやろねこれ深いんですよ。石の上に3年経つ、ね。これだっていうことで3年やっていると今度おそらく普通の業界、今ね2022年で、ね、これ普通に3年間何か自分がやりたいことを新入社員でも何かやってるとその市場でお金をもらえるね、給料になるようなお金のレベルにはほぼいけるわけなんですよ。で、そこから転職したりね、そういうこと ポイントは自分と合わないことをやっているとやりたくないからこのスキルにの経験がもっともっといっぱい必要になるわけよね。 ね、で自分が本当自分と会うっていうことをやっているともっとやりたいっていう風になるから仕事が終わってもねなんか YouTube でそういうことを学んだりとかなんかのイベントがあったらねもうお酒を飲んで上司に「教えね上司が飲み会に行くぞ」って言ったら喜んで「はーい」みたいな感じでもっと仕事のこと話してみたいな感じで「はいはいはい、はい、上司もう一杯飲んでください」みたいな「あお食事私が作ります」みたいな感じでねあ「こいつやる気満々でいい子だね」みたいな感じで「んやなん」っ,って褒められてでもっといい いい仕事のコツとか10年かからないと教えてくれないよわからないようなコツを、ね、本当に最初の数ヶ月で学んだりとかで自分の、ね、スキルが上がっていくじゃん。 ね、でも自分と合わない、本当に向いていない、努力しないといけない、なんか失敗するたびに、ね、反省するたびに、仕事辞めたいって思ってて、もう仕事が終わったら、うわーって、ね、仕事帰れない、でも何やればいいのわかんない、とりあえずなんか仕事やってるふりして、あーみたいな感じで、で仕事終わったら、お酒を飲んで、ね、お酒を飲んで仕事を忘りたい。<laughs> ね、これ25歳でスタートして、これが40代でも続いていたら、まあどういうね、人生に大きい変化を持ち出す っていうのはわかるよね,ねで自分がやりたいことがあると。ね、でも人の目線を気にしていてそんなのやっちゃダメだよ周りの人が思ってるから自分の親が、ね、それダメだよって言ってくるとか自分の、ね、家族の人とか周りの人がそういうの駄目だよって言ってきたら。 ね、その自分と合わない形で生きないといけないからもうちっちゃいボックスで、ね、生きていて本当のあなたっていう存在はもう大きく花になって大きい花になって輝いてもうブン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 光やあってお金も入ってきてで幸せに生きてでうまく生きていいわけよ。 でも、このボックスに入っている限り、私はこれしかできないってなって、これやばいのがこれが数年間とか続いちゃうと、私はダメなんだって、できない人なんだって、努力できないんだって、思い始めて、今度、うつになったりとか、セロトニンが流れないとか、ね、なんかうつになったりとかしてダウンになっちゃって、私はできない人なんです、みたいな感じで、今度それを自分で、ね、引き寄せの法則で、私はできない人なんです、私は無理なんです、みたいなのをラジオ局でバン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 出してると、そういう現実で、そういうね、周りも、 こいつできないからこいつにやらせろみたいななんでお前できねえんだみたいな努力もっとしろよみたいな感じで本当にこの上手いね努力しないとうまくいかないんだよっていうそういうなんか怖い怖い世界に入っちゃってそれから抜け出すっていうのがすごい難しくなっちゃうのねなぜかっていうと自分ね今度抜け出すのも難しくなるわけよそうするとなぜかっていうとあなたがそ,のそうなっちゃうと本当にそれを信じているからだから僕が例えば大丈夫だよってうまくいくよって ね、本当にね、あなたはね、この宇宙っていうか、神様からのギフトみたいなのがあって、あなたしかできないことがあって、このギフトを本当は受け取ってもらいたいんだけど、私はできないんですって言って、受け取っていいのよいやいや、親がダメだって言っていや、受け取っていいのよって言って、いや、私はね、本当にそんなの無理で、ダメらしいって言って。ね。ね。何言ってたっけその抜け出すのが難しいっていうのは、ね、それしか知らないのね。 ね、これちょっとシリアスな話ね。例えば私はできない人って、ね、僕そう思ってたから知ってるわけよ。僕はそういう人だったから、昔は、ね。で、私はできないんだって、僕できないんだって思ってて。で、クリス・モンセンっていうのを脳の中の辞書で引くと、ね、自分は何かっていうとできない人って。で、それが10年とか続いていくと、ね、もっと続くかもしれない、学生時代とか20年とか続くと、 ね、あなたは何ですかっていうと私はできない人なんですっていうのが真実なのね。でこれはサイコロジ l リ精神的に自分がそこに慣れているっていうふうになるとそれしか知らないから変わろうよってなると、ね、もっと上がっていいんだよ幸せになっていいよっていいことが来るよってなると本当って一瞬思うんだけどなんかちっちゃいことがあるともうすでにね悪いことが起こる っていうその恐れが習慣になってなっちゃってるからそれを信じ始めて私にはいいことは起こらないっていう感じであのそれをまた自分で選んでいって自分は本当はすごいパワーの持っているクリエイターだからこのクリエイティブな力っていうのはあってこれを善に使うこともできるしねダークに使うこともできるわけよねだからこのスーパーパワーはもう持ってるのよ。どのぐらいのスーパーパワーを持っているのかっていうと自分を騙して 本当じゃないことを本当だって信じられるようなクリエイティブなすっごい聖なる力みたいな、ね、スーパーパワーっていうのはあるんだけどそういうふうに自然に使っちゃってるわけよね。ねでどうやったら、ね、この人の目線が気にならなくなるのかっていうと、ね、まず論理的に考えるのはすごいいいと思うのねちょっとあの言わざらないんだけどクリスのフェイマスワード。ね 人の目線を気にすると、私は安全なんだ。人の目線、人様、他の人、周りの人が言っていること、ね。ねその人たちが言っていることを選ぶと安全なんだっていう世界で私たちは育ったと思うんですよ、ね。子供の時に出てる空気は叩かれるよって。ちゃんといい成績取らないと悪いことが起こるんだよって。ね。 なんか銀行員になりなさいとかドクターになりなさい弁護士になりなさいもっと努力しなさい点数が落ちてきたらダメよって、ね、そういうね出てる釘は叩かれるそれがそれで自分のそれを選ぶことによって私は安全なんだなので私は人の目線を気にして周りの人が言っていることを選びますそれで私はセーフティー安全っていうのを知ります って言ってたわけよね昔にそれを自分で宣言したっていうかクレームって英語で言うんだけどね I claimed it that's what I decided 私はそれをもう宇宙にね引き寄せの法則好きな人だったらそれをもう引き寄せの法則のもう本当の心に近いところでこれが本当ですってこれを選びますって私は人の目線を気にして周りの人がどう思うかっていうことを選びますってこうやって私は自分の安全っていうのを知るんですってパンって言っちゃったわけよ ドーンってでっかいドラムを叩いてバーンっていう。ねで。それのその道を歩いていたわけなんだけど、ね。やっぱり私には新しいやり方っていうのを受け取りたい。ね。この可能性はあると。で、その可能性を選んで私は新しい生き方を選んでいきます。そういうふうに新しい宣言クレームを言って、ね。自分への 尊敬それを大切にしていくのね。自分に対する尊敬。ね。で、あなた様っていうのは、実は本当に大切な存在なんだよね、と思いますじゃなくて、それが本当だと私は知っている。なんか偉そうで本当に申し訳ないんですけれども。ね。どういうことかっていうと、 ね、このねなんか努力しないとうまくいかない人の目線を気にして、ね、周りの人が言っていることをちゃんとやってでちゃんと全部できるようになってもっとできる努力してでちょっと楽してたら悪いことが起こるからってそういう世界も地球には、ね、地球には違いうかそういう世界もあるわけなんですよ。ね、日本だけじゃないでも日本にもあるよね,ね。こういう辛いのが当たり前なんですってそれが本当だってでそういう世界はあるわけよ世界中にね。ね でも、心の世界っていうのも本当にあって、ね、ちょっとまだテラサ様とかね、まだテラサ様さんとかね、あなたね、わ大切なんだよって、そう思っている人たちも本当にいてで、そうやって大切なんだっていう、自分ね、子供いる人は分かるよね、あなたの子供って大切だよね、ペットでもいいよね、ペットブルーがいるんだけど、ねあの、金魚でもいいよ、<laughs> なんか大切なんだって。 ね、あなたも大切にされていいんだって。あなたも実は大切にされるべきなんだって。ね、で自分を大切にしていいんだって。そういう心の世界っていうのは本当にあって、その世界の、ね、からはあなたはすごい大切な人なんですよね。ねだから、ね、どっちを選ぶのかっていうのは、ね、不思議なんだけど、 自分で選べることで、で、その責任っていうのは自分で受け取ることもできるんだよね。ね。ケー。なので、ちょっとね、さっきのクリスのことわざみたいなのは、ね、人の目線を気にしているから私は安全。っていうことから、ね、本当のこの心の世界っていうか幸せなね、世界で、ね、あなたが生きていく。 わけなんだからと思いますので、ね、この幸せな世界の視点から見ると、ね、人の目線を気にしている限り、自分を尊敬していない限り、ね、本当の心の安全っていうのはどうしても手に入れることはできない。ね、この自分を、これすごい、すごいことだよ、と思うんですよね、すごいこと。 ね、自分の本音自分の心が知っていること自分が心から求めていることをやりたいなってこうね断ったりとか私はこれがいいんだって本当に心が正しいって思うことを実際に選んでいくとすっっごいい人生に変わっていくんだよね。これも仕事もそうだし、ね、お金とかもそうだし人間関係とかもそうだしね ねだから、例えば僕は、ねお父さん、ねお父様が、ね僕の、ねお父さんが、ねね、んがこれやれ、これやれって言って、僕、お父さんにね、ねいや、私はこうやりますって言ったわけよ。私はライフコーチじゃないけど、こういうことで生きていきたいんだって。ねえ、そしたらもう、もうすっごい反撃、反撃、反撃されてね、ね <laughs> れ大変だったんだけど、 ね、一時話さなかったっていう時もあってあったんだけど自分の道を選んだのね本当だってそしたら YouTube でなんかチャンネル登録者が10万人とかになってで知らないうちに本田健さんと会えて本田健さんと一緒にオンラインコース作ったりとかね自分のビジョンプログラムっていう本当にやりたかったコースを作れてそれですっごいなんか会社もねできてありえないようなねあ本当にね給料20万の時 yeah <laughs> からもうありえないような人生に勝って、もう働き方も気持ち悪いら、だから気持ち悪いって言っちゃダメなんだけど、本当に自分で働く時間とかも、どこで働くとか、働く国とかも選べるようになって、すっごいで、本の出版もね、つながったし、こうやって幸せを、こうやってね、皆さんにお届けすること、こんな役目にできるような、心からが、心が願っていた以上の、この宇宙からの贈り物、お土産、ギフトっていうか、神様からのギフトっていうか。 ね、それを本当に受け取るのが難しいぐらいこのような感謝の気持ちの現実に変わっていったりしたんだよね。ねでこれを選んでいる限りね私は安全なんだ。この本音じゃないっていうのを選んじゃうと自分と合わないような ね、本当はあなたは水で温かいお湯みたいなね温かい水が、ね、癒やしの水光ってる水ってワクワクしてすっごいなんか、ね、別に水じゃなくてもいいよなんか紫色とかピンクとかね黄色とかなんか花色でもなんでもいいぜ花色ってあるか,、ね、なんかすごいワクワクして 3D のキラキラしてる水で本当にね輝いてこの宇宙の中で輝いている星みたいな素晴らしいお水。 ね、でも人の目線を気にしてそれやっちゃダメだよってちょっとなんか凍り始めて黒い氷みたいになってきてなんか自分が動けなくなっちゃって私は本当はこういう風に行きたくないんだけどみたいになっちゃってでそういう形でいやきついことが仕事が当たり前だよねってね好きなことを仕事にするなんて甘いよねってねやっぱり一生懸命働いてないといや兄さんお姉さん自分と向いていないこと 自分がやりたくない、あなたがつらいっていうことを、ね、本当に心から感じているんだったら、それは誰も努力しきないよ。それは人間としてフェアじゃないよ。で、それ努力しなさいって言っている人は、ね、おそらくその人は自分にすっごい厳しいんだよ。でもっといい生き方はあるんだよ。本当に。本当に。ね。Alright で、 ちょっとさ、今日なんかびっくりするようなことを言うかもしれないよって言ってたじゃん。ちょっと行くよ。おおこれね、僕ね、いつもこういうね、話するとちょっと緊張しちゃうんだけど、頑張ってやってみるね。ね自分を尊敬できるようになってもらいたいのね。自分を尊敬してください。自分をもう、あのー、ね、自分を認めてあげて。 ね、で自分を許してあげてで絶対、ね、この自分は自分の行動をコントロールできないとかそういうその外し方っていうのもあるのね。簡単に説明すると 温かい場所に自分を入れる凍ってる場所じゃなくて温かいところにやると自然に自分が行動したりとか、ね、自分がやりたいなってこれあったかいなっていうのを、ね、いきなりお金にして自分の生活をサポートしないといけないんですみたいなそうするとまた自分が凍っちゃうからもうちょっとでもこれ楽しそうじゃんこの散歩楽しそうじゃんこの本読まそうよ,よさそうじゃんみたいな感じで自分のバイブレーション自分のレベル幸せ度をちょっとずつ上がっていくと絶対私には価値があって。 ね、こういう生き方も本当はふさわしいんじゃないって思い始めたらそういう生き方をやっている人が現れたり教えてくれたりとか、ね、そういう、ね、ポッドキャストが現れたりとか,なんか、ね、そういう自分の人生が変化っていうのが猛スピードですっごいもう信じられないような奇跡のようなスピードでユニバースからの応援みたいなのが現れてくる。ね、で自分があなたが今度行動するときにアクションを取るときに ね、こう聞いいいいいててもらいたいんでですよよ別に言葉で言葉わなくていいよ、ね、自分の頭の中で、ね、今私がとっている行動は、ね、自分を尊敬しているのかなって、ね、例えば会社で、ね、こういう仕事をや、ね、断れないようなことが来て、ね、これ断れないパーティーとかお誘いとかでもいいよ本当はやり行きたくないなって本当に思ってて。 ね、別に怖いからじゃなくて、いや、これマジやりたくない、私こう、すっごい苦手で、ね、仕事が来て、あ、これ断らないとって、ね、なんか僕はちょっとフリーランス的な、あのー、仕事やってた時は、なんか、クライアントからの仕事で、このクライアント本当は受け取りたくないんだけど、みたいな感じで、ね、そういうことかもしれないし、サラリーマンやっていて、今日残ってくれって言われて、いやー、これ断らないといけないよねって。ね,ね または簡単に、ね、なんかなんかあのレストランに行ってみんながなんか唐揚げとか,なんかジャンクフードを食べててでお前もか唐揚げでいいよねって言われた時に本当は、ね、クリスピーベーコンシーザーサラダを食べたいんだけどなんかジャンクフードが出てきてああああはいってなる前その時そういう時に今自分の意思自分が心から思っていることあなたのありのままの自分でいる自分を 尊敬しててていいいいるかなって自分に聞いてもらいたいの、ねね、で別にこれは、ね、自分が尊敬しているアクションを取れってそう言っていることとは違うのねとりあえずまず最初気づけるようになってきてで今度気づけるようになってきるとちょっと思い切ってね クレスピーベーコンシーザーサラダ頼んじゃおうとか、ね、ビールが来るんだけど今日はウーロン茶でいこうみたいな、ねね、ちょっと、ね、ウーロン茶の例は悪かったなごめん <laughs> ねこういうのがちょっとできるようになってきたら今度これ慣れてきて、ね、今度や全然大丈夫じゃんっていうのに気づけるようになるわけよなぜかっていうと相手を尊敬していて自分を尊敬していると相手を尊敬していいんだよね相手を尊敬しているんだけど自分を尊敬していないっていうのが多いパターンだと思うのね だから自分が尊敬できるようになると別に相手を傷つけるっていうことじゃないわけよ。ねねだからね、ねそのなんか、お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 、えー、お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  ね、これがちょっとやって自信についてきたりとかでもっと深くいってき、ね、究極な話でいくと、ね、例えば仕事でこれやってって言って断ると、ね、例えばパワハラみたいなのを受けてそれおかしいですそういう話で話すのやめてくださいってお前クビだってなるわけよ。 ね、ですると普通の場合は「うわ首ってやばいじゃん」ってなるんだけどいや首になったからあなたと会う仕事と出会うことができたってあなたと会わない仕事をあなたと会わない会社でいつもネガティブな影響を受けててパワーラー受けてうってなってて、ね、それあなたと会ってないって何でそれ受けてんのそれ自分のリスペクトね自分の子供をそういうところにうう送れ送らないでしょ自分の友達そういうところに送れ ね、マザー・タラサ、テラサ様に、ね、マダー・タラサ、こういう仕事をやらないといけないんだよって、そんなの言える言わないでしょじゃあなんでそれ自分でやらないのって、そうやってクビになった、自分で、いや、これおかしいから申し訳ないです。あの、迷惑かけましたって言って、やめて、自分と合わないから、こうこう凍ってるからってなると、ね、温かいところどこだろうっていう仕事のキャリアのサーチができて、こういう話を聞いていると、一生懸命、聞いてね、こういうの。 一生懸命テレビ見るんじゃなくて夜別にテレビ見れて楽しんでテレビ見るんだったらめっちゃいい番組見て楽しんで美味しいポップコーンにバターちょっとマイクロウェーブでレンジチーンとやっていいいいいい,いいバター買って溶かしてお塩かけてなんかおめっちゃ面白い,い,いテレビ見てうわパワーチャージこれいい番組だなんかあれこの番組意味ねえよなうわネガティブうわみたいなそ,そういうの感じからこういう話にスイッチしてちょっとずつねっ そうやってると、いいこと、あなたを応援しているユニバースのフォースっていうのがあって、そこをキャッチして、ね、上がっていくっていうか、ね、それが本当にあるわけなんだよね。ごめん、ちょっとね、あの話が長くなっちゃってまとめるんだけど、極端な話、この会社の例だったら、はクビになりました。うわーっていう。ね、クビになるのが怖いからって。いや、違う違う違う。違うかもしれない。 ね、それクビになったから、ね、やめてくれって、そんな断るんだったら、ここで働くなって、ね、そう言われて、はい、わかりましたって言ったら、わーって奇跡のような仕事が現れるんだよね。でも、この時にクビになった時、ね、私はもうだめなんだ、私にはいい仕事なんて会えないよねって、そう思ってたら、それを自分で選んじゃっているから、ね、あなたには、ね、この聖なるなんかユニバースのスーパーパワーみたいなのが本当にあるから、ね、それを少しずつ変える。 だからいきなり断るっていうのは難しいんだったら別にそれ断らなくてもいいからそうやって無理しなくてもあなたにはいいことが起こるんだっていうのを伝えさせてくださいちょっと言わせていただいていいですかねあなたにはねいいことが努力して無理しなくてもいいことが来るんです絶対都合がいいことそれとは違うかもしれない自分が望んでいる形では 違うかもしれないんだけどこの人生っていう学校のクラスは止まらないから必ず成長のチャンスっていうのが来るから逆にそれを無視することによってもっと問題が大きくなってそこから抜け出すっていうのが非常に難しくなる本当に自分が凍っちゃってると大量のあったかいエネルギーを当た,ら当たらないと溶けてこないから。 ね、ですると、そのむ、動くっていうのも難しくなっちゃうかもしれないから。うん。でもああの、大丈夫だよ。ね、あなたは光の存在っていうか、ね、あなたは宇宙の一部だから、あなたは持っているから、ね、それが真実だから、ね、安心して、本当に守られている、私は大丈夫って。ね、でもし、本当にコミュニケーションを、そういう大丈夫っていう力と、本当の心の自分。 が応援してくれるから、そこにコミュニケーション取りたいんだったら、ね、今、この経験から私が学ばないといけないことを教えてください。私に必要な、ね、幸せのためになる必要な次のステップを教えてください。って言うと、パンって現れる、うん。ね。と思います。なので、ね、何かの行動を取るとき、何かの話すときとか、 ね、なんか、うわあ、これちょっと本音じゃないなと思っただけ自分を尊敬する。尊敬しているのかって聞いてみて、ね。なぜかっていうと、ね、この、ね、まあもしね、神様っていう方が、このユニバースのクリエイトした素晴らしい力っていうのが本当で、ね、そのユ、ね、ニバースっていうか、ね、神様が、 あなたにコミュニケーションをとって、ね、あなたが幸せになっていくっていう、それを、ね、そのユニバースとか、ね、そういう、ね、心の人たちとかが本当にあなたを尊敬して、そういう、ね、メッセージとかエネルギーをあなたに届けようとする、あなたにはその価値があるっていうのを知っていて。ね、でも、あなたはそれを認めていない。あなたはそれ私にはそれは。 ふさわしくないそういう恐怖を選び続けるっていうか、ね、そういう本当にあなたは尊敬されているから、ね、そろそろ自分を尊敬し始めてもいいんじゃないでしょうか、まあものすごい早く、ね、成長できる現実が すっごいね、幸せをすっごいスピードで猛スピードで入ってくれっていう時代に本当に僕は入っているって個人的な経験を通してやっぱ昭和の時代とかこういう話はすっごい難しかったと思うんだけど今こういう、ね、今コメントで見ると、ね、何十人の人たちが「うわクリスありがとう」とか「いやこういう話いいよね」って思ってて同じようなことを思っている人たちが、ね、日本だけじゃなくて世界中にもいるから。 ね、本当にあなたを尊敬している人たちって本当にいて、ね、自分を尊敬できるようになると相手を尊敬できるだから相手がこれをねお前これ断んなって言ったらその人も尊敬できるんだよねその人もおそらくすごい厳しい環境で育ってねそのなんかやばいっていうそういう不安であってもっと努力しないといけないっていうのがあってそれを破ってるからもうどう反応しないといけないあお前るいんまりルール違反だってなってパカーってなっちゃって怒っちゃうとか。 そういうのが見えるようになってでそうすると安全な距離の取り方っ,っていうのも分かってくるし、ね、そのうのかもう直感的にどのような対応が正しいのかっていうのが分かってきたりするんだよね。でえーとあのー これでお話が終わりなんですけれども、こういうお話が好きでしたらね、ぜひ僕はあのフライトプログラムっていうのをやっているんですよね。これ毎月あのレッスンをあのシェアさせていただいているんですけれども、もし興味がありましたら、ぜひ入ってください。今はえと月額税込980円で入ることができますで。これお試し30日間無料なので、あのリンクどっかにあこらこにつけとくか、あの今 YouTube だったら今指差してるんだけど、あのスポ t ファイのとかね、ポッドキャストを聞いてる方はですね、説明文書、YouTube の説明文書にもあるんだけど、 クリスモンセンドットコムのところに行くとフライトプログラムっていうあのメニューが出てきます。あ、ちなみにね、クリスモンセン見てください。僕ね、サイト新しくしたんですよ。ちょっと新しい写真とか入れたので。でね、あの、ビジョンプログラム、あのね、あの本当にね、ビジョンプログラムっていうのは、なんかあなたに送られているギフトを受け取るっていうことだと思います。ね、なんか大好きなことで生きていこうって、ね、言っていたんだけど、本当は、 ね、その、ね、やっぱり自分が向いていて、ね、そういうなんかつらい努力つらい苦労をしないで、ね、うまくいく。 本当の自分のギフトに目覚めていくっていう、それのプロセスの一つだと思うんですよね。他にもやり方はいっぱいあるんだけど、ね、そういうのをやっぱり何週間何週間、せめて6週間はかけて本当に自分が好きなこと、どういうふうに生きていきたいのかっていうのを見つけていくことで、本当の本音っていうのがわかる。やっぱり僕たちは本音のトレーニングっていうのを、 まだ,まだ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 この社会ではまだまだしていない。やっぱり僕たちはね、本音で言っちゃだめだよって出てる釘を叩かれるんだよ。お前これ、ね、それはだめだよ。それ安全じゃないんだよ。リスクがありすぎ、公務員になりなさいみたいな感じで、ね、親が僕に会った、お父さんが言ってたらこういう、こういう仕事をやれとか、これがいいんだよ。周りの人が言っているから大手企業がいいんだよ。こういう仕事を聞いて、ね、この会社みんな聞いたことがあるから、もちろんそれは本当な部分もあるよ。もちろん。 でもそれに向いていないんだったら本当のありのままの自分として生きていけないんだっていうそういうきついユニバース宇宙じゃないんだよね人生っていうのはね人生っていうのは大丈夫だったんだ本音でいることによって幸せを広げることができるんだっていうことに気づいていってその幸せの光でねなんか 輝いていく花で咲いていくみたいなビーカーが水がもうキラキラ 3D キラキラ紫黄色スーパーカラーハッピーみたいな不思議なねもうなんか最高な、ね、色みたいになっているね,ねでそのあなたというビーカーに近づくことによって周りの人たちが溶けていってこの地球が溶けて幸せな温かい星に変わっていくっていうのがもうこの道が進んでいるそれが現実 いい波に乗っていいサーフィングお互いしていきましょう愛してるよ Thank you so much for checking out this video And I will see you Hopefully next week All right 月曜日の朝6時半いいよね,ね All right ありがとうございました本当に一生懸命やったよって聞いたよって言った人はぜひぜひぜひ僕に教えてくださいすごい嬉しいです All right Love you guys so much じゃあまたね Thank you